Edward Joseph Snowden's testimony on underworld civilization was as follows. The highest levels of government don't know what to do about UFOs, and the official story that they are all merely weather balloons or natural phenomena have been clearly dismissed. If anything, these documents speak about UFOs as if they are surely guided by an intelligence beyond our own. エドワード・ジョセフ・スノーデンは地下文明について次のように証言している。政府の最高幹部たちは UFO 問題をどうすべきかわからないでいる。今までのようにただ単なる気象風船や自然現象説というのはもう明らかに役に立たなくなってきている。なんであるにせよ、これらの書類によれば UFO が私たちを超えたところにいる知的生命体によってガイドされているということを示している。すでに明らかになったように、最も信頼できかつ最も説明できない情報として、ある種の乗り物が海底にある熱排気口から直接太陽系軌道に向けて去っていくのが目撃されている。説明がつかないというのは、大陸間弾道ミサイルの追跡システムや深海ソナーなど国家機密となっていて、これらの物体に対して科学者がアクセスできないからである。しかしながら DARPA、 つまり Defense Advanced Research Project Agency、 国家高等防衛計画局と計画しているほとんどの人たちは、地球の中心部に人間、つまりホモ・サピエンスよりもずっと知的な種族が住んでいることを確信している。もしあなたがそれについて考えるなら意味があることである。なぜならその場所だけが何十億年もの間、多かれ少なかれ環境状態が安定している唯一の場所だからである。微生物によっては人間の環境とは異なった環境で生きることができると言われ、それらは加速度的に繁栄し知性を発展させることができるかもしれないと言われているが、それは正しくない。なぜなら生物というのは単に同じ率で進化するからである。表に出る、つまり知的生命体となるためには多くの浮き沈みを経験しなければならない。大統領は彼らの活動についての簡単な説明を毎日受け取っているが、分析担当官によれば彼らのテクノロジーはあまりにも進歩していて、起こりうる戦争についても私たち人間には生き残るチャンスはほとんどないということである。繰り返します。起こりうる戦争についても私たち人間には生き残るチャンスはほとんどないということである。一般的な説明としては、私たち人間は彼らの認識からすればただのアリに過ぎないということ、そのため彼らが私たち人間と通信を企てるような可能性はほとんどないということ、そして最近の計画によれば敵を人差しするために核兵器を海底の洞窟で爆破させようということだが、しかし相手を破壊するというようなことはないし、それ以上の攻撃をしても無駄と知らされるだけである。以上、スノーデンの証言を直接翻訳してみました。 Bye for now.
Thank you.